ご覧いただきありがとうございます。商業時計店ゴーダです。よろしくお願いします。今回はですね、機械式時計の精度についてちょっとお話ししたいなと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、今回もリクエストをいただいております。ありがとうございます。2件いただいてまして、まず1つが、日曜勉強会を毎週楽しみに視聴しています。その影響というか、自動巻きの時計に大変興味を持ちました。今までビッグウォーツの時計しか所有していなかったので、今回の動画を見ているうちに欲しくなりました。で、質問ですが、自動巻きの精度は日差プラマイ20秒前後だったと思います。この精度だと1月に1度か2度時刻修正するかと思いますが、実際のところどうですか。はい、こちらとですね、もう一件、はい、受験生様いただいております。ありがとうございます。よく時計、いい時計、悪い時計などと言っている人を、知恵袋などで見るのですが、何を基準に皆さんは言っているのか知りたいです。ちなみに私は、セイコープレサージュという時計を使っていますが、どちらに分類されますでしょうか。はい、まずですね、ちょっと先に、お答えしておきます。このプレサージュについてなんですけども、ちょっと当店で取り扱ってないので、あんまりちょっと言い悪いをここで言ってしまうと批判的になってしまいますので、すみません。そちらだけはちょっとコメント控えさせていただきます。はい、まずじゃあ精度の方から、はい、ちょっとお話していただきましょうか。で、大体ですね、先ほど言いました1日に機械式時計の、これあくまでスイスの基本ですからね、全ての時計ではないです。当店ではあくまで基準を言いますね。当店ではあくまでプラマイ20秒、これがスイス時計の許容範囲としてます。で、例えばそのミオタであったりだとか、中国製ムーブメントの場合、こちらに関してましてはプラマイ60秒以内を当店では正常範囲としてます。なので基本検品の時に言いますね、60秒以内であればこのミオタと計は通しますし、プラマイ20秒以内であれば通します。で、もちろんその個体差もありますしね、プラマイがほぼほぼゼロに近い、もうこれクロノメーターでもいいんじゃないかっていう高精度なものもあります。それも一ついい時計といえばいい時計なんですけども、ただそちらはですね、やはり選べないんですよ。当店でもプラマイ20秒程度っていうふうに言ってるように、その中での範囲ですので、それ以上であればもちろん検品で弾いて、すみません、ちょっとこれ精度があまり良くないので良品と交換してくださいっていうふうにメーカーにも伝えるんですが、その範囲であればもう全て OK になっちゃいます。なのでそれイコール悪いではないんですけれども、はい、でこれあくまでマックスなんですよ。マックスなので、しかも基本的に機械式時計というのは進みがちに設定されます。例えばですけれども、もしマックス20秒狂ったとして、そしたら1日で20秒プラス20秒ですね。で、2日でプラス40秒で、3日目でプラス60秒、ここで初めて1分狂います。1分2分ですとね、そんな機械式時計って踏むまで争ってみないのであまり気にしませんが、10分狂うと結構予定変わってきますよね。ですので、この辺りで私はもう時間の調整をするようにしています。でも正直ですね、これ姿勢差っていうのもあります。この位置でも狂いますし、この位置でも狂いますし、で、この位置でも文字盤の下でもあります。全部が違うんですよ。なので一律で20秒狂うわけではなくですね、その姿勢差で変わってきますので、大体ですけども、そうですね、確かに私月2回ぐらいですかね、半月2回ぐらい、ちょっとそろそろえらい時間が進んだなっていう感じで調整はします。なのでちょうど1月に1回2回で合ってるんじゃないでしょうかと思います。基本ですね、マイナスになるってことはよっぽど何かの影響とか、ちょっと時計内に異常がある可能性もありますので、基本は進みがちで思っていただければ、で、その気がついた頃に、そのほら気がついた頃っていうのが1分で気がつく人もおれば、20分で気がつく人もいらっしゃるので、どちらがね、こう正解っていうのは線引きもないんですが、大体ちょっと自分の予定に支障を来すぐらいになってくると、ちょっと時刻調整しながら使い続ければ
いいのではないかなと思います。はい、ではちょっと時計の方を見ながらお話ししましょう。はい、こちらはですねオリスのアクイスダイバーですね。まあこちらもね聞くまでもなくスイスのブームとなります。ちょっと裏ここシール貼ってますけれども、こういう風にレッドローターオリス特有の仕様になってます。まあいわゆるこれなんかはそのスイス時計なんで、はい、プラマイ20秒程度で、機械はエタではなくセリタを使ってます。まあいわゆるセリタもね、あのジェニックムーブメントと言われてますけども、まあ使われだしても結構時間経ってますから、もうそろですね、そろそろ9年10年ぐらいになってくるんじゃないでしょうか。はい、でまあその悪い時計という概念ですけれども、実はこの線引きがすごく、これも個人差といいますか、まあちょっと一昔前の言葉で言うとエタポン、エタのムーブメントをポン付けする。エタってやっぱり世界最大の汎用性のある時計の機械ですので、その本当に幅広く使われたんですよ。でまあもともと本当にいい機械ですし、個人的にはエタが周りも使っているんであれば余計に安心かなとは思うんですけれども、それをですねなんかこうポン付けすることによって手抜き感がすごいと、全然抵抗が出られてないじゃないかっていうところで、まあ、少しバカにしたというか、まあそうですね、ちょっと見下した言い方で、まあ、エタポンなんて呼ばれたりするんですが、まあ、それがね悪い時計という人ももちろんいます、もちろんいますがですね、それが悪いのかというと正直違うんですね。ただまあ手抜き感は確かにあるので、やっぱりちゃんと各ブランドで手を加えてそれなりに仕上げているのがいい時計とか言いたくなったりします。まあ実際のところその限りではありません。はい、でまあ例えばそのクォーズなんかもね、いい時計悪い時計でいうと、悪い時計のかのように、まあ、悪い時計というか価値がない時計かのように言う人いらっしゃいます。なぜかと言いますと、やっぱりクォーズっていうのはそのムーブメントも効果も簡単にできますし、まあ、それこそ汎用性が高いんですよ。なのでまあ価値がないと、その価値に見合ってないというところで、まあ、悪い時計という人もいます。ですからですね、このいい時計悪い時計がちょっと、まあ、言い方といいますか感覚値な部分もすごくありますので、こう定義がしにくいんですよ。変な話、持つ人によってそのいい時計悪い時計っていうのは決まっちゃうっていうのがあります。まあ、もちろんですね、その間違いなく悪い時計っていうのはコピー品であったりだとか、まあ、まがいものと言えるものですね。そういうものなんかはやっぱりもう悪い時計と胸を張って言えるんですけれども、それ以外の時計というのはやっぱり、まあ、このオリスなんかもね、絶対にこのセリタでいい精度を出すというところにこだわってやってますし、まあここ数年100周年超えてからはオリジナルの機械も発表されてますので、まあ、そのあたりなんかも力をムーブメントにも力を入れて、で時計の開発にも力を入れてっていういいブランド、まあ、いい時計というかいいブランドと言った方がいいですかね。はい、まあ、そういうところでこういい時計か悪い時計かっていうのは、まあ、ある程度 そのブランド背景なんかもちょっと加味すればいいのではないかなと思います。やっぱりですね、こうスイスブランドって長いんですけれども、歴史だけが長いブランドっていっぱいあるんですよ。というか休眠してたブランドとかですね、それがいいブランドかって言われると活動してないわけで、変な話時間だけ経ってるわけですよ。じゃあそれの場合あんまりいい印象ってないですよね。といった感じで、もうそのいい時計悪い時計も少し判断基準があるのではないかなと思います。はい、まあですね、やっぱりそのもし時計をやっぱり持つとき、ファーストウォッチはですね、まあ、もちろん当店ではその先ほど言ったこのプラマイ20秒以内での基準に合わせて、スイスムーブに関してはですけども、送りさせていただいてるんですが、やっぱりはそのね、こうお店に行かれることもあるでしょうし、そういうところでこう現品見ながらいい精度のものっていうのを店員さんに尋ねたりして、まあこう調べ、実際に見て納得で、ちょっとねこう結果を見て、まあそのあくまでこれね、ほどといいますか、その数値なんで実際は確実にこう狂いますよっていうわけではないんですけども、まあ、そういうところを見て予測しながらいいモデルに達
たどり着いていけばいいんじゃないかなと思います。はいはい、まあ、ちょっとすみません、広い答えですが、回答としては以上となります。はい、それでは今回の動画は以上となっていただきます。ご視聴ありがとうございました。